佐藤勝さんといえば中東問題お詳しいですが、ああそんなにあの詳しいわけじゃないです。いろいろ巻き込まれることありますからね。そうですか。それで今どんな話に行きましょうか。はい、あの中東問題に関してはですね、日本人が一番弱いのは中東になっちゃうの。それどうしてかというと、はい、アメリカの新聞読んでも中あのヨーロッパの新聞読んでもロシアの新聞読んでも中東のニュースがほとんどなんです。今ですか。うん、いつもいつもいつも中東中心なんですか。そうなんです。というのはやっぱりイスラエルっていう国がものすごい強い影響があるからなんですよ。はい、それからヨーロッパでは、あのイスラム系の移民がたくさんいるから、はい、国内問題でもあるわけなんです。例えばね、ちょっと残酷な話だけども、うん、この前イスラーム国っていう、はい、シリアとイラクで策動をしているイスラム教のスンニー派の過激派が、はい、2人目のアメリカ人の首切ったでしょ、はい、その動画を上げてと。ところがあそこに横にいる黒装束の男っていうのはクイーンズイングリッシュ喋るから、うん、明らかにイギリス出身なんですよ。うん、あのそれで今だいたい5000人ぐらいヨーロッパからテロ活動の支援でイスラーム国に参加してるって言われてるわけですね。これがちょっと私も最初理解できなかったんですよ。なんでイスラム国に欧米からあんなに人がヨーロッパから行くんだろう。これはね、こういうからくりなんです、あのヨーロッパ人っていうのは辛くて汚い仕事っていうのは人の押し付ける傾向があるんですよ。まあみんなそういうそうしたいですけど、辛くて汚い仕事は人に押し付ける。それで移民が来るでしょ。はい。それで移民の第一世代っていうのは働くので精一杯なんです、うん、ところが第二世代になると、フランスだったらフランス語上手に喋ると、はい、ドイツだったらドイツ語上手に喋るし、あのイギリスだったら英語上手に喋ると。ところがね、教育も同じように受けている。ところがじゃあイギリス人と同じように一流企業に就職して、あるいは議員になったりとかマスコミで活躍できるのって言ったら、活躍できる人はごく一部、はい、そうするとイライライラとして、俺たちなんでこんなにコケにされてるんだと、うん、そういうふうになると平等とか、はい、それとかあの、こういうようなこの威張り散らしているこのキリスト教徒の白人どもやっちまえっていうようなこのイスラム国みたいなのに共鳴していくんですよ、うん、あとイスラム国はお給料が高いみたいな。お給料高いってもそれ知れてるんですよ、はい、あの普通の人のお給料が100ドルぐらい、1万円としたらイスラム国のお給料は高くて4万円ぐらいです。はい。でも使う場所あんまりないですしね、それからロンドンにいて仕事をしてた方がずっといいですから。そうですか。ロンドンにいて仕事をしていればこれは15万円は絶対もらえますから、だからお金で必ずしもやってるっていう感じじゃないんですね。お金ではなくてやっぱりその共感というか、今虐げられていてなんでなんだっていうことが軽いノリ。軽いノリですか、ですから、私より一回り上の世代でかつて学園紛争があった頃に、結構その石投げたり火炎瓶投げたりしてる人多かったと。どうしてかというと、そういうのがやっぱりそういうことをやったらかっこいいモテるとかね、こういう感じだったわけですよ。だから軽い気持ちで言ってる連中もいる。それで最も怖いのはね、青い目のテロリストって言われてる人たちなんです。青い目のテロリスト、金髪でね、青い目で、見た目は本当にイギリス人、あのドイツ人、フランス人っていう白人なんですね、はい、ところが思想的にイスラームの原理主義で世界イスラーム革命やった方がいいって共鳴して、それでイスラム国に行ってる人たちがいるんですよ。そうするとパスポートコントロールとかなんとかで旅行者だってわからない、はい、例えばアルジェリアで日本人殺される事件ありましたよね。ありましたね。この時も青い目のテロリストたちがだいぶ参加したって言われてるんですよ。ですからあの人たちは日本であるとか、あのアメリカであるとかイギリスであるとかドイツであるって国境が関係なくて、イスラームの館っていう目に見えないところの国家に所属してると、それでそこを侵害してくる人間は状況によっては殺しまってもいいと思ってますから、これは大変なんです。となると今これが一番大変なんですね、はい、例えばこの人がたちがエボラ出血熱にあえてかかると、はい、あえてかかって自爆テロで、はい、それでアメリカとか日本とか、イギリスとかヨーロッパに行ってそこで死ぬと。そしたらエボラ出血熱と思わないで
医療関係者とか接触したら、接触感染してるでしょ、はいはい、それずっと広がっていくでしょ、はい、こういうようなテロの可能性もあるわけですよ。だから今ニュース見ると世界中でエボラ出血熱のこのワクチンの開発一生懸命やってると、となるとウクライナあたりでアメリカとロシアが喧嘩してると、その漁夫の利を得て、はい、すなわち普段だったら中東でもう少しアメリカとロシア協力するわけですよ。今アメリカとロシアお互いそっぽ見て口も聞かない関係にありますからね、うん、その隙間があるからあのイスラム国がやった大暴れできてるわけです。となると今ウクライナの停戦の話が出てますよね、はい、なんで停戦の動きがあるのかというと、このポロシェンコっていう人、この人は平気で嘘つきますからね。ポロシェンコ大ウクライナの大統領ですね。ウクライナ大統領、これ嘘つきなんです、はい、あのウクライナ大使館の人は文句あるんだって言ってきたらどういう嘘ついてるか私ちゃんと判断しますから。分かりました。ロシア人はね、はい、プーチンは本当のことを全部言わないで情報操作をするんです。ですから両方ともすごい悪いやつなんです。ロシアが毒蛇ならばウクライナは毒サソリみたいなもんなんです、はい、ところがこの人たちが喧嘩しているとこのイスラム原理主義過激派がやりたいようにやるっていうことにだんだん世界は気づき出してきたわけですね、うん、だからもうそろそろお前ら喧嘩やめてくれと、うん、それで中東に目を向けてくれ、こういう動きが今あるんです、うん、それで日本にとってもとっても重要なの、うん、もしこのイスラム国の動きが強くなって中東であの人たちの影響が強くなって油田とか抑えちゃうとすると、うん、イラクの油田全部抑えてサウジにも影響があるというと1週間で日本のレギュラーガスで250円になる。そんなことになったら経済立ち行かないですよ。その通りです、はい、だからアベノミクスに関しても実は中東がどうなるかっていうことは攻め戦なんですよね。すごく大きいことなんですね。ところが報道はすごく小さいんです。それからウクライナとの連関とかアベノミクスとの連関とかそういう見方でなかなか記事が出ないんで、うんうん、だから中東っていうのはよく見ておいた方がいいですね。中東はよく見ておかないと本当に日本に大きな影響があるということなんですね。一見関係ないように見えて大きな影響があるということなんです。